抱きしめた男はみんな死ぬ。だから情が怖かった。だから愛が憎かった。すべて消えてしまうから。忌まわしき過去がその華奢な肩にのしかかる。コショウショウは呪縛を解き放てるのか。情愛の章。おい待て待てったら。いやよ、捕まえたら。誰？悪く思うな。次はあの人。天下布武を掲げた織田信長は畿内を制圧。圧倒的な武力によって天下を支配しようとしていた。だが信長の苛烈な政策に反抗する者も多かった。彼に一度は従った松永久秀もその一人である。久秀は越後の龍上杉謙信の上洛に合わせ謀反。信義山城に立てこもり信長を待ち構えた。久秀の依頼を受けた傭兵西下孫一は西下衆を引き連れ信義山城に向かう。そんな彼のそばに謎の女コショウショウがいた。共に戦う理由をその微笑みに隠したまま。情愛の章。松永久秀の乱。良いのままに、俺の女神。
信長様に逆らうことは許されない。謀反人松永久秀を討ち殺す。信長の景色を取るのは光秀だ。まずは東に陣取るあやつを狙え。説明します。我が軍が息子の久道が死んだら終わりです。あの Magoici って人も死なせないでね。あの人を不幸に許すのは私だから。奴の周りの敵を倒し包囲してやれ。あんた、なんでこんなところに。なんでかしら。あなたこそなんでこの戦に。俺たち最下級は Hisahide に雇われてますが、受けた依頼は必ず果たす。それが俺だ。迫ってきましたか。体勢を整えましょう。主力はおびき出せました。あとはあの者たちがうまく動けば。さあさあ織田の方々、急ぎ城内へ。今なら警備は手薄でございます。響大義大殿もきっと。見てな。お褒めくださるだろう。通者がいたのって。急ぎ大使の守備を固めろ。私に関わるから不幸になるのよ。サイカ州は無敵の鉄砲傭兵だからな。さて仕事だ。これほどとは。ニスバトの君はここぞ。槍の的だ。まかり通るぜ。はめたつもりがはめられてた。しまった。正信らの寝返りは偽りでしたか。最下衆を滅せよ。あいつが滅すのは不
降に落ちてから邪魔しないでくれよ、織田信長。Hisahide の増長のこれまで。嵐の霧には武士が挽回する。なんと麗しき主従愛。上杉軍はまだか。我が戦力だけでは信長は仕留められる。仕方ない。給油の操り献身だけでも呼び寄せてもらう。した分は奪われて返すのだ。次から次へと。さすが天下の織田軍ね。あの悪党もそれともあるのかしら。Thank you.
まり近づかれるとバレる。接近する前に背後から撃ってしまえ。終了だな。よし、サイカ衆引き上げるぜ。あ、待って、私を置いていかないでよ。ねえ、私もあなたと一緒に行きたいの。損はさせないと思うけど。せっかくの美女のお誘い断るはずもないと言いたいところだが、一つ引っかかってる。俺はあんたの大切な人を売った。そう、あの月夜の綺麗な海で、いわば仇だ。そんな俺と一緒にいたいってのか。いけない、乱世ってそういうものでし
男は殺し合って女は奪い合って、生き残るのは強い人だけ。まあいいさ、あんたの好きにすればいい。ありがとう。お礼にあなたも不幸に落としてあげる。